というわけで今バンクーバーから、トゥーソンへ向かう途中、サンフランシスコにトランジットしてるんですが、最近あの物価がね高くなってると、アメリカとかで日本が全然もう安いっていう話をして、今そこのですね、今このサンフランシスコ空港の中の、中華料理屋さんで、こういうなんか杏仁専用煮干しや麻婆豆腐とオレンジチキンとチャーハンの人を買ったんですが、これがですね、もともとの会計が、19ドル15、そのタックスで20ドルちょっと、20ドル95、僕はそれ 20% チップをつけたので、トータル24ドル23、まあ、だからもともと20ドル、今のレートで言うと3000円、これ3000円ですよ3000円もすると、ね、日本だったら1000円ぐらいでしょうね。ちょっと食べてみましょう、3000円の、うん、うん、普通のチャーハン、うん、普通の杏仁豆腐、うん、普通のおやじっすよ、普通のコカ・コーラ、まあ、空港ってこともあるんですよね。3000円でした。日本デフレがずっと続いてて経済成長しないで、どうなっちゃうんでしょうか、これから日本。残念のご飯ゆっくりいただきます。頑張ろうね日本の皆さん、こっからだ日本は、日本こっから頑張んないと。頑張らないといけないね。